こんにちは、ライネリクです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画は5月27日の記録です。よかったら最後まで見てってください。喋るのが得意ではないので一生懸命喋ります。クリームソーダが飲みたくなったので神戸元町にあるレイジロンデルさんに行ってきました。但馬牛を使った牛すじカレーも以前から気になっていまして、オムカレーとクリームソーダをいただきました。カレーは辛めなんですが野菜の甘みもあって個人的にめっちゃ好きな味でした。私の絵は本物の果物にアクリル絵の具を使って描いていまして、洗うと絵の具が落ちます。皮を剥いて食べるので最後には何も残らないです。なのでこうして動画や写真として残しています。もともとはキャンバスやスケッチブックに描いていたんですけど、自分の絵をあんまり飾ることがなくて、断捨離の時に捨ててしまうんで、写真で残してあるものかデジタルで描いたものしか残ってないんですよね。それでどうせ残さない性格ならばと果物に描き始めたんですよ。今日はバラ園で撮った写真を参考に赤いバラを描きました。リンゴはバラ科の果物なのでバラ科つながりです。絵を描いている間の犬はこんな感じでくっついてたりします。暑くなってきたので今日は床に落ちてます。本日2度目のお出かけです。うい、暑い。昼に出かけた時に結構涼しかったんで長袖着てきたんですけど、夕方の方が暑い。あそこのお店だよ。ドーナツ食べ終わったからミルクティー飲みながら帰るよ。近所の人にめっちゃお裾分けもろた。わーい、ありがとう。食費が浮くぜ。面白いのを見つけたので買ってみました。目のところが開いてて、他の作業しながらホットアイマスクができるってやつです。今日どれ使おうかな。タヌキ？タヌキかな。ウサギ、キツネ、ウサギから使おう。かわいい。おやすみなさい。